もうすぐ夏休みだね。長さんは何か予定あるの？家族で香港に遊びに行く予定だよ。3年ぶりに親戚に会いに行くんだ。へえ、いいな。あんちゃんは何か予定あるの？ CM の制作会社でアルバイトしようかなって考えているんだ。来週面接だからまだ決まっていないんだけど。そんなアルバイトがあるんだ。あんちゃんって CM 作りに興味があるの？ううん、CM じゃなくて本当は映画作りに興味があるんだけど、知り合いの人に相談したら CM 制作会社のアルバイトの募集を教えてもらったの。制作部っていうところのアルバイトらしくて、 CM を作る流れを知ることができるみたいなんだ。映像の仕事っていろいろあるみたいだから、アルバイトしている間に知りたいなと思ってね。へえ、それって面白そうだね。面接受かるといいね。ありがとう。皆さん、夏休みが終わると進路について本格的に取り組む時期に突入します。今日の授業では皆さんが希望する進路に進むための計画を立ててもらいます。まだ進路について悩んでいる人も多いと思いますが、これから配る未来プランニングシートを使って、卒業後の自分を想像しながらどんな準備が必要か考えてみましょう。ではワークシートとサンプルのシートを配りますね。それではこのワークシートの進め方を説明します。1のパートでは過去にあった印象に残っていることや好きだったことを思いつくだけ書き出してください。特に今の皆さんに影響している出来事があれば書きましょう。2のパートでは今自分が興味のあること、あるいは好きなことを書き出してください。学校でのことやアルバイト、家や地域でやっていることなど何でもいいです。1と2のパートが書けたら次は3のパートですが、ここではじっくり将来の自分を想像してみましょう。左側の括弧年後の自分の括弧の中には年数を入れてほしいんですが、そうですね、今回は3年後に設定してみましょう。他に設定したい年数がある人は自分の好きな年数を入れてもいいですよ。その下には仕事、学び、暮らし、その他の活動という項目があるので、それぞれの項目の選択肢で将来の自分に当てはまりそうだなと思うものには丸をつけたりコメントを書いてみましょう。右側には将来の自分のイメージ絵、写真、図という枠があるので、できるだけ具体的に未来の自分を想像しながら絵を描いてみたり写真を貼り付けてみてください。写真や図は雑誌や新聞などの切り抜きを使うのもおすすめです。今は手元にないと思うので、写真などを貼りたい人は家で貼り付けてきてください。さらにその下には将来の自分の変化、状態、気持ちという枠がありますが、こちらも将来の自分をイメージしてできるだけ具体的に書き出してみましょう。ぜひサンプルのシートを参考にしてみてください。次の4のパートには希望する進路を実現するためにこれから取り組みたいことを書き出していきます。全部で9つのブロックがありますが、真ん中には夢や目標を達成した理想の自分の状態を書きます。そして1から8と書かれているブロックには夢や目標を実現するためのアクションを考えて書いてみてください。基本的には1ブロックに1つの取り組みとしてください。サンプルのシートではパティシエになり35歳までにお店を開くという目標に対して、1のブロックにはパティシエになる方法を調べると設定されていますね。1ブロックに1つの取り組みにする理由としては、目標を実現するためのアクションを着実に実行できるようにすることと、どこまで取り組んでいるかを見えるようにするという意図があります。あまり難しく考えなくていいので、ひとまずは思いつく取り組みを書き出してみましょう。ある程度取り組みたいことが書けたら、各ブロックの右上にある何月までというところにそれぞれの取り組みの期限を設定してください。最後の5のパートですが、希望する進路を実現する上でどんなサポートが必要か考えてみましょう。人、お金、時間などの視点で今思いつくことがあれば書いてみてください。
ちなみに5のパートで書き出したことを4のパートの取り組みとして設定することもおすすめです。ここまでの説明でわからないことや質問がある人はいますか？先生、8つのブロックは全部埋めないといけないですか？いえ、無理に全てを埋める必要はないですよ。またこれから取り組んでいく中でやりたいことが変わってくる場合は、ブロックに書いたことを変更して大丈夫です。それでは残りの時間でワークシートに取り組んでください。目標のところには自分が作った映画でたくさんの人に喜んでもらうって書こうかな。次はそれを実現するために取り組みたいことか。まずは映画作りに関係する仕事を調べてみたいな。期限は夏休みの間っていうことで8月までに設定しておこう。あとはまだ決まっていないけど、CM の制作会社でアルバイトをすることを書いておこうっと。アルバイトの期間はまだわからないから、今は期限を書かないでおこうかな。ワークシートに書き出していくと、やるべきことが具体的になってきて、なんだかワクワクするな。それじゃ今日はこの辺で進路の授業を終わりにします。未来プランニングシートはこれからも定期的に使っていくので、ひとまず回収しますね。ああ、緊張するな。アルバイトの面接なんて初めてだし、喉がカラカラ。でも先生たちと面接の練習をしてきたし、頑張ろう。それじゃ今日はお越しいただいてありがとうございました。面接の結果は後日ご連絡しますね。はい、本日は面接の機会をいただいてありがとうございました。練習をしたおかげで自分が伝えたいことは言えたと思うけど、採用してもらえるかな。